カズピ KP 乾杯。どうもカズピです。今日はこちらの商品を紹介していく。チョコボール爽快コーラまた出ましたね。これ変わりだね。今度は、前回はねラムネだったんだよ。今回またコーラだからね。どんな味がすんのかな、楽しみだよ。では開封。じゃあおなじみのこのくちばし、ここ当たりが入ったら、今回は何、羽をパタパタ飛びたいキョロちゃん感当たるーだって。よし、じゃあ行こうか。3、2、1、ファイア。外れ。もう匂いがすでにコーラ。じゃあこんな感じだね。とりあえず見えるかな、こんな。どんな味がするんだろうね。いただきます。パチパチしてる、パチパチ。ちょっと音、音。パチパチ聞こえた？あの、昔さ、わたパチってあってさ、綿菓子の中にこうパチパチする飴が入ってて、その綿菓子食べるとこう口パーって開けるとパチ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 って弾ける飴があったんだよ。多分それ使ってるわめちゃ汚ね。これはまだパチパチいってるこれはこれで結構ね面白いかも。うん、気になる中身は、あんまわかんないでもなんかさ、ちょっと何、黄色っていうかこう茶色っぽい四角いのあるでしょ。これこれ飴だよ。これがパチパチする飴。今回はあれだね、ピーナッツとかそんなないね。うん。まあこれもなんかね、ちょっとね、まあいい意味でこう期待を裏切ってきたと言いたいんだけど、前回ほどではなかったかな。ちょっと残念だったかな。うん。まあでもね、変わり種としてはいい商品だと思いました。あの、近くのファミリーマートでゲットしたんで、ぜひ買ってみてください。では、今日はこの辺で。カズピでした。バイバーイ。